いよいよ8月がスタートしました。8月といえば平和協調月間ということで、小三鷹市でも様々な行事が予定されているようですね。そうですね。終戦から間もなく78年を迎えますから、戦争の記憶がですね、歴史になってきている、そういうことで薄れないように、私たちは常に平和のことをですね、強調していく、そういうことを日々そうなんですけれども、特にこの8月は8月15日に、平和の集いを設けまして、三鷹の市民の方にもう一度ご理解いただくということをしています。この平和の集いではどのようなことが行われるんですか？三鷹市公会堂で、開催しておりますけれども、戦没者を追悼する、式典、それから平和に関するアニメを実施しています。そしてまたロビーにですね、献花台がございまして、どなたでも献花ができるという、そういうことをやっております。当時は三鷹市でもかなり被害が出たようですよね。そうですね。三鷹に中島飛行機という飛行機を作る会社がありまして、その関係で、やはり空襲を受けやすくてですね、この三鷹とかこの周辺にそういう空爆がすごくあったということを聞いています。その飛行場はどのあたりにあったんですか？大沢の方ですね、三鷹の場合にはですね、今工場とか大学になったりしている部分の多くはそういう施設があったということを聞いています。で、その関係もありまして、市役所の1階で8月31日まで、太平洋戦の全国空爆犠牲者慰霊パネル展というものをやってますし、それから、もう一つ戦争関連の、三鷹市における戦争関連のパネル展、それも行っていますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思っています。私なんかは小さい頃よく祖父から戦争体験について聞くことがあったので、もう本当に生き地獄のような状況だったことを知り、こんなこと二度と起きてはいけないというふうに思うことがあったんですが、やっぱり若い世代の方にもっと知っていただきたいですよね。そうですね。やっぱり、8月じゃありませんけども、東京大空襲の、そういう記録もありますから、そういう日本が、そしてまた三鷹がその戦場になった、そういうこともあったんだということを、私たちはもう一回、理解すべきなんじゃないかなというふうに思ってます。そういう関係で、空爆前後の生活の状況、あるいは三鷹市の空襲の被害状況などを、ぜひ知っていただきたいなというふうに思っています。三鷹市内でもやっぱり戦争体験をされた方のそういった資料などは残ってるんですか？もちろんそういう資料はたくさん残ってます。で、三鷹デジタル平和資料館という形で、SNS で見ることも、インターネットからも見ることができますので、ぜひ、三鷹の市民の方から寄せられたそういう遺品とか、戦争の記録をですね、ぜひご覧いただきたいというふうに思ってます。で、あと先ほど申し上げました大沢の周辺ですと、空爆を受けてますから、それに対抗するためにね、高射砲の陣地などもあって、今でも関係者が、そういう記録を作って、あるいはそういう式典をやったりしているということそもあうりまなんすですね。ので、今はね、全く平和な日本でありますけれども、本当に、自分たちの、祖父母の代とか、そういう時には、戦争の中にあったんだということをもう一度こう思い返して、平和の大切さをですね、考えながら、また世界に戦争が起きているところもありますから、しっかりと対応していくためにも非常に身近なものであったということをご理解していただきたいなというふうに思います。そうですね。はい。今日はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。